こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回はですね、テープなんですけど、ハチトラのテープをちょっと紹介したいと思います。まずハチトラっていうのはどういうものかっていうとね、若い人なんか知らないと思うんですけど、昔よくカラオケなんかのこう結構主流になってて、私もあんまりね、あのハチトラってあんまり使ったりとかしたことないんですけど、こういった大きいですね、まあビデオテープ、これベータぐらいの大きさあるのかな、ビデオテープみたいな感じで、こういうものですね。ハチトラックっていうんですけど、ちょっと内容はあんまりちょっとよくわからないですけれども、こういうやつですね。はい、あとでこれもちょっとね、開けてみたいと思いますけど、カラオケなんかね、こういう昔はハチトラで聞いたんですよね。今はね、ハチトラないんですけど、でちょっとね、ハチトラ面白いなと思ったんですけど、決定的にあいいなと思ったのは、この演歌とかそういうカラオケをするためじゃなくてですね、今日あたり届くと思うんですけれども、じゃあハチトラでね、バスのですね、なんて言うんだろうな、ナレーションっていうの、何ですか、アナウンス、あとはね、今回ね、今日来るやつは JR かな、北海道はちょっと忘れちゃったらですね、どうもね、あの電車ですね、電車のアナウンスの実際に使ってたもの、それがね結構こう出てるんで、それを聞けるといいなと、そんな聞いて、それをみんなにお聞かせしたいなって思ったんで、懐かしいこう、まあ駅のですね、駅じゃないか、電車の中でのね、あのアナウンスなんかも、あると思うんで、そういうのがね聞けるっていうのはちょっと面白いかなと思って、ちょっとね、またハチトラもちょっと直したいと思いまして、それでですね、以前1個買って、もしかするとちょっとね、紹介してるかもしれないんですよね。これじゃないんですけど、これは新しく買ったやつなんですけど、最近もうビデオのYouTube に上げてるのがもう600とかいってるのかな、なんかえらいたくさんになっちゃったんで、過去にね、どんなもの撮ったかっていうのはね、どうもね、僕自体もねちょっと分からなくなってきちゃってるんで、あれなんですけれども、多分ね、ハチトラのやつ買いましたっていうようなの、以前 YouTube に載っけたような気もするんですけど、載っけてないかもしれないです今回ね、これ買ったの、これ結構安かったんで買ったんですけど、これはね、あのカーステレオですね、カーステレオ、車にくっつくですね、まあステレオですね、これのまあハチトラ版ですね。これこう入れるんですかね、これはまあ動かないものを買って、まあ多分動かないだろうというものを買ったんですけれども、これはですね、どんな車についてたかっていうとですね、それも買う、これ購入する決め手でもあったんですけど、あのスカイラインですね、スカイライン、昔のね、ハコスカって言って、もう多分ハコスカのこんなのが入ってた頃のですね、スカイラインは多分ヴィンテージ品で、走ってるのはないのかもしれないですけど、そのですね、昔のハコスカと言われてた時代のですね、スカイラインのですね、スカイラインに搭載されてたですね、ハチトラックの、ハチトラテープっていうのなんだ、ですね、ハチトラ、はい、で、これはね、三菱って書いてあるんですね、これ三菱製ですね。で、一応これトーンとですね、ちょっと見えるかな、あとこれ分解しますけどね、分解しても完全に分解じゃない、中身どうなってるかだけお見せしようと思います。今回はまだ修理までしないんで、これトーンですね、トーンとですね、あとこっちにボリュームがついてまして、でこれはちょっとバランスって書いてあるんですけど、これ右と左ってことかな、ステレオだからちょっとわかんないですけどね。あとはこれエジプトボタンがあるんですよ。でここに数字がですね、ちょっと見えないかな、1234って書いてある、多分これを見ると1234ってなってますでしょ、みんなこれ1234なんですよ。だからこれちょっと僕もね、
初空って全然使ったことないんで分かんないんですけど、多分ですねこれ4曲しか入ってないのかな、うん、4曲入ってるのが初空なのかちょっとよく分からないですね。初トラックだから、あ、もしかするとステレオで、これは調べてないんでこれから調べますけどね、ステレオでトラック数が8だから、要するに8本トラックがある、要するに音声を記録するのが8個あるってことですね。それに対して4つ4曲入るっていうことはですね、ステレオだからこれ1曲ずつに2トラック使ってるんで、で 4×2 で8トラックなのかもしれないですね。ちょっと分かんないですよ。これから調べますけれども、もしかすると初トラックってそういうことなのかもしれない。初トラックって全く使ったことないんでね、うちのお袋や親父はですね、まあカラオケ好きだったんで使ってましたけど、私は初トラックって持ったこともほとんどないんじゃないかと、覚えてないぐらいなんで、ちょっと分かりませんけれども、ということで、まあこれね、再生の仕方もよくわかんない実際問題ね。で、一応これね、ちょっとこれね、これ分解してみますね。このな分解っていうか、まあ蓋を開けてみるっていう言った方が正しいと思いますけど、この上の蓋だけ開ければなんとなく見えるのかもしれないですね。今度ね、だからそういうこれも修理したいと思いますけどね、とりあえず今はこの中がどうなってるのかだけお見せしたいと思います。実際にこれもうすぐ外れるかどうかちょっと分かんないですね。よいしょ、これで一応ネジ、あ、もう一個あるからな、これと、あとこれ上の方についてるのこれもちょっと取らないと多分ダメでしょうね。はい、これで6、7本かな、ネジ取りました。これで取れるんじゃないかな、あれ取れないかな、これでどうなんだろうな、あ、これも関係あるのかな、これもあるかもしれない、これもなんかありそうだな。なんで取れないの、これも取るのかな、こっちの ここのところもちょっと取ってみます。これやっぱ4つ取らないと、こっちも全部取らなくちゃいけない、下もね、とりあえず取ってみましょう。もしかするとこの下を先に取らなくちゃいけないかもしれない。こうやってね、レントゲンではないとね、中の様子がわからないんで、これは取らないとね、これ抜けるね、これ抜けました、ここに入ってました。はい、そうすると、これ取れましたね、取れましたね。いいのかな、これ取れました、取るとこんなになってますね。だから、表から見ると、違う、こうだな、こういう感じですね。これが、ランプかな ?LED かな ?LED じゃないな、これ。ランプですね、これね。LED じゃないですね。これ、この1、2、3ってこう、ついてる部分ですね。それが、まあ LED じゃなくて、今だったら LED でしょうけどね。これゴムですね、ゴム。ゴムで、この、これはランプみたいですね。多分ちょっと、今見えないですけれども。そして、これがどうやって外れるの?外れないよ。外れない。なんで外れないんだろう。ちょっと待ってくださいね。なんでだ。なんで外れないの。外そうと思ってたの。あれ。くっついてるのかな。くっついている可能性がありますね。あ、取れた取れた。この辺くっついてるんですね。もう古いからね。ここくっついちゃってますね。
装かな、塗装かなんかがもう、うん、はい、これで外れる、これで外れるでしょ、これで、あ、下外れました。下はなんだこれ、なんですかねこれ、これゴムだ、ゴム、いやーすごいですねこれすごいゴムですねこれ、これ多分ゴムだよねこれ、ゴムがですねすごいことになってます、ほらこれゴムですよこれ、多分ねこのご、ん？これはあれの、ゴムベルトですよ、ゴムベルトがですね、なんだろうこれ、なんだろ う、 こうカビじゃなさそうな気もするけど、ちょっとわかんないですね、ブチブチというかね、なんか変なのくっついてますね、これがね、ここにも、ここも落っこってますね、ちょっとねこう落っこってきますね、すごい、こうたくさんでもないか、こういう粉というかですね、バラバラになってますね。これね、これは多分トランジスタ A だから、あ、これ C1243 って書いてますけど、これはね、これ 2SC の1243っていうことだよね、これも C1243、 これ 2SA かな、 A703 って書いてあるから、これ三菱製の、これトランジスタですね、パワートランジスタだと思いますね、これ後ろのところとね、ちょっと見えないかな、はい、こんな感じでね、これベイクの片側基板でもって、こう昔風の配線ですね、レジストやってないですよ、レジストっていうのは、どういうものかっていうとこのハンダ付けしてるところは別なんですけど、あのしないんですけど、全体に青くこう緑っぽくね、塗料が塗れてるんですけど、それがまあ絶縁と、まあ、保護になってるんですけど、そういうのをこれはしてないで、これは、これ全部パターンは銅なんですよ、中はね、銅ですね、それを、まあ、銅はすぐに、腐食して錆びてしまってこう断線してしまう可能性があるんで、このハンダメッキ、これハンダをずっとやってですね、銅の部分を保護してますね、今はもうハンダメッキとかじゃなくて、レジストっていう塗装でもってですね、絶縁と保護を兼ねてるんですけど、この時代はまあハンダでもってやってますね、まあこれ作る時多分ハンダ層かなんかボチャンとつけてやるんでしょうから、そうするともう銅の部分は全部ハンダが埋まって、大丈夫なんですけどね、はい、こんな感じになってますね、これ正面からするとこうですね、こういう正面でこう一応こうなってますね、はい、でここはスライドボリュームみたいになってますね、うん、でこれは普通のボリュームですね、はい、これ 裏がこうなってます、これは何だろうかな、これは何だろうな、これは分かんないですよ、これは 何のためなさんだ、ここ、あ、また落っこった、なんかね、これこういうこれは何でしょう、信号ですけど、何の信号、電源じゃないよね、電源はここですからね、電源はこれで、ちょっと分かんないですね、うん、もうあんまり車詳しくないんで、カステロとほとんどやったことないんで、ね、ちょっとカステロ特有な仕様なのかもしれないですけど、こうなってます。じゃあこの上の方ちょっと開けてみますね。あ、開いた。よいしょ。上の方開けました。はい、上の方はですね、こんな感じ、メカが見えますね。メカが見えます。はい。これがモーターですね。これ D、これこのモーターで、モーターですね。これ DC モーター。でかいですね、これでかい、この指と見て、指これここがモーターです、ここ結構大きいモーター使ってますね、これは何ボルトなのかな、車だから多分12ボルト、昔のだと24ボルトってことも考えられるんだけど、多分12ボルト、あ、12ボルトですね、この仕様がね、モーターでしょ、
あとこの辺はここは電源っぽいですね。電源関係ですね。コイルとか入ってますので、ここは電源部っぽいですね。はい、これ以上ちょっとね、分解しませんけれども、また今度ね、分解しますけどね。分解してっていうか修理しますけどね。ここにあるのは、そうだ、ここにあるのがですね、ここにあるのが、ヘッドですね。ヘッドでかいですね。ヘッドでかい。そうかそうか。普通のテープ、このテープね、このテープはですね、ステレオで、トラック数は、4なんです。4トラックなんですよね。なのでこれ初トラだと約倍になるのかな、約倍ぐらいのこうテープの幅がありますね。ですからヘッドもですね、その分、でかいヘッドがついてますね。大きいヘッドがついてます。はい、スイッチですね。これはマイクロスイッチだな。マイクロスイッチがこう貼っついてて、ここにもマイクロスイッチがついてる。これテープ入れるときに反応するスイッチだな。ちょっとこの辺のこう曲がりとかが本当に正しいのかちょっと分かんないんですけどね。ヘッドがついてるでしょ。そんでどこだっけな、ローラーか、まあ、これローラー、これなんだろう、これなんだろう、なんか変なものがついてますねそしてこれ横から見るとさっきなんか面白いの見えた。あ、これだ、これが、お、ここにほらゴムがです、貼り付いてますね、これね、ゴムがこんななっちゃってるんですよね。後でね、実は昨日ね、ゴムメーカーというかですね、樹脂メーカーの方、ちょっと横浜にある樹脂メーカーの方行っていろいろとお話聞いてきたんですけれどもね、全部はちょっとお話できないんですけど、後でこの後ね、ちょっと、そこで買ってきたですね、ゴムの原料をですね、ちょっとお話したいと思うんですけど、ちょっとね、ゴム、こういうゴムを使ってます。で、その中で昨日も、一緒にお話ししてたんですけどね、1970年代と80年代全般ぐらいはね、ゴムっていうのはこうボロボロにこう硬くなるんですよ。悪くなるとね、悪くなるとって 年取るとっていうかね古くなるとね、なるんですけど、それ80年代のまあ中盤ぐらいからですね、以降の特にウォークマンなんですけど、ソニーのウォークマンしかあんまり見てはいないんですけど、80年代、中期以降はですね、古くなるとですね、ゴムはドロドロに溶けてしまうんですよね。それはですね、ゴムの原料の違いなんですよ。原料の違い、昔のやつはね、まあゴム、天然ゴムとかですね、まあ、合成ゴムって言われてるものだと思うんですけどね、その場合はどちらかというと硬くなるので、カチカチになって割れてしまうとかね、滑っちゃうとかね、そうなるんですけど、それ以降のやつっていうのはウレタン製ゴムを使ってます。今回ね、買ってきた原料はウレタン、ゴムの原料っていうかですね、まあまあ原料ですね、買ってきたんですけど、500ミリグラムほど買ってきたんですよね。これまあ実験してですね、ゴムベルトとかですね、ゴムの素材を作るために買ってきたんですけど、まあそれは後でまた報告しますけど、こんな感じでね、相当これ大きい、これ、フライホイールっていうかね、多分これはなんだ、ピンチローラーを、まあ、ピンチローラーじゃない、キャプスターを回してるんですね。これがキャプスターかな、これがこれ回るんですよね。これちょっと このくらい、これだとちょっと見にくいかもしれないですけどね。
ここと連動してるんですね。はい、でこのコイル、うん、コイルね、コイルが実はここのこれここがまあモーターの軸に当たるんですね。モーターの軸なのでモーターの軸もですね、ここら辺たくさん、うん、ボロボロに、うん、ボロボロにくっついてますね。はい、こんな感じでくっついてます。はい、それがまあこっちの構造ですね。はい、ちょっとベトベトになっちゃいましたけどね、手がね。はい、これはまあ機械の方です。はい、したらですね、機械に対してですね、じゃあテープはどうなってるか、うん、ちょっとね、ちょっといい機械なんでテープの方も分解したいと思います。これはですね、まあ、これねメルカリでですね800円で買ったんですね。これはね内容はうんぬんどうでもよかったんですけどね、このテープ、なら初トラのプレイヤーをですね調節したりとかですね確認するためにやっぱテープがないと確認できないんで、そのために買ったものです。はい、今日来るテープはどっかの JR だったと思うんだけどね、さっき言ったようにこうアナウンスが入ってるやつなんで、そういうのはね、大切にこうしようと思ってるんです。こっちはね、まあ、ある意味こうテスト用ですね。なのでちょっとうまくいくかどうかわかんないんですけど、分解してみたい。これね、分解したいと思います。これね、カセットの場合はね、まあ一部、うん、違うものがあるかもしれないですけど、このね、ネジがですね、1、2、3、4、5、5本ついてるんですよ。これを外すとですね、これは違うな。これは5本じゃないな。これは1、2、3、4本だな。あ、違う。これ、もう外したのかな。ともかくね、ネジで止まってます。だからいいんですけど、こっちはね、ネジじゃないんですよ。なので、これは無理やり取るしかないということで、あとはね、この辺のね、この、こう、メカ部分が、こう、飛び散らないようにやらなくちゃいけないんですけど、ちょっと最初なんで、もしかするとバラバラになっちゃうかもしれないです。飛び散っちゃうかもしれないですね。ともかく最初はね、わかんないんだよね、内部の構造がね。ともかく壊すつもりで最初はやらないとですね、ダメなんですよね。壊さないようにっていうと、うん、できないんですよね。よいしょ。ちょっとダメだ。お、無理やり。うん。あ、ここが。おっとっとっと、こいつが引っかかってるね。はい、で、挟まっちゃった。よし、これを外しちゃいますね。もう、これはもう壊すつもりですから、ね。よしね、ここ切っておいて、もう一回、こっち側からやる。おぉ、テープがはみ出てきた。まあいいや、これは。その辺は、まあ、気にせずに、どんどんと。なんだ、どっか、いてぇ挟んだ、また。なんだこれ、どっかに引っかかってるね、これね。これ真ん中、この辺で引っかかってるのね。どうなってんだ、この場合はもうしょうがないんで、もうですね、こう、ちょっと見えないかもしれないですけど、もう力ずくですね。うわ、力ずくでも開かない。からずくでも開かない。どこが引っかかってんだ、わからない。わあ、外れました。なんだ、あ、わかりました。わかる、ネジだ、ネジ。ここネジがついてるんですよ、ここに。ちょっともう一つのやつで、ちょっとやってみますね。やってみるっていうかですね、ここですね、ここにネジがあるんだよ、隠しネジだよ、ここに。ここだ、ここに隠しネジがあります。ちょっと外してみよう、これはね。だから1回目はね、大体ね、これを見た人はですね、こんなヘマしないですよ。1回見ればわかるんです。要するにコロンブスの卵みたいなもんでね、やってしまえばわかるんだけど、なんかわからないですね。ここの部分、ここですね、ここ。
ここにネジがあります。ほら、はい、ここにネジがあるんですね。じゃあこれネジ、ここ正当にですね、ネジのところでこうやってみますね。そしたら簡単に取れるのかもしれない。そんなもんなんですよ、世の中というか技術とかね。本当にコロンブスの卵って、コロンブスの卵っていう言葉を知らない人いますかね。コロンブスは知ってますよね。一応、最初に、最初じゃないのかもしれないんですけど、いろいろな説があるんでね、アメリゴなんとかっていう人がアメリカを最初に見つけたっていう話も聞いたこともあるんで、ちょっと定かではないですけれども、一応ね、コロンブスっていうのがアメリカ大陸を、見つけたっていうかですね、発見したって言われてると思うんですけれども、その人がですね、みんなの前で、卵をこう卵を立てることができるかって言ったのかな。ただみんなそんなことできないよって言ったんですね。その時に、コロンブスはですね、卵の底の部分コンと割ってですね、立てたんですよ。そしたらみんながですね、そんなことするんだったらできるに決まってるじゃないかみたいなことを言ったみたいなんですね。だけど最初にやった人っていうのは、最初に思いついた人っていうのはですね、やっぱり大変でもってですね、後からやり方をがこうはっきりした段階で、文句っていうかですね、批判とかね、そういうのは、まあ、簡単にできるよっていう話なんですけど、それと同じようにこう、このネジの位置が分かってしまえばですね、さっきみたいなこのボロボロにすることはないんですね。はい、まあコロンブスの卵ですね。こう隠しネジっていうのかな、隠れてたところにありましたね。これ取外してました。したら簡単に外れるのかもしれないね。あ、でも外れない。でも簡単ではない。おっと、簡単ではないけれども、まあこれで外れるんでしょうね。やっぱちょっと引っかかりはありますけどね。ただこのさっきみたいなバラバラにはならないと思いますけど、ちょっと。まあ僕も直す時もね、そうなんですけど、最初に何台も私壊してます。壊さないと分かんないところがあるんでね、なのでまあこれからもね、ちょっとね、1990年代のウォークマンはですね、全部直し方もう全公開しちゃおうかと思ってね、来年度はね。で僕はもうある意味こう基本的な直し方以外のものじゃないと直さないぐらいの風に持っていこうと思ってますんでね、一回ね直し方を分かれば、まあ直ることもできる可能性がある。こんな感じになってます。あ、簡単に取れました。この多分ね、初トラのテープは知ってるけど、中身まで見たことのある人っていうのはあんまりいないんじゃないかと思いますね。これ見るとですね、面白いですね。これ僕知らなかったんですけど、これエンドレスじゃないかな。多分エンドレスですね。エンドレステープだと思いますこれ。なぜかというと、これ軸、これカセットの場合は普通のカセット、これ2つありますでしょ、回るところね。回るところが2つあって、片側から片側に行って、また片側から片側に戻るっていう、こういうことですね。ところが初トラックの場合は、僕まだ調べてないんですけどね、これからなんですけど、このこっちね、どっちに行くのかな、多分こう行くのかな、こう行くんだと思いますね。こう行くんだと思いますね、これ見るとね。だから、キャプスタン、ここにヘッドが当たるのかな。でこの辺にキャプスタンじゃない、ピンチローラーが当たるのかな。でこういくのかな。で分かんないね。ちょっと分からないね。ああそっかそっか、分かった。ここを引っ張るとですね、こいつの引っ張る力でもってですね、これが回りますよね、この軸がね。回るとですね、それに連動して、
このテープがまた元に戻っていくんですね。外側から取ったのが内側に、ん？違うな、逆だな、こうだな、多分ね、内側に行くことはないですよね。だからこう逆でしたね、多分。ちょっとまだねまだやってないんで、ちょっとあの間違ってたらごめんなさい。多分ね、内側から引き出すんですよね、これ。内側から引き出してですね、そんで外側にこう巻きつけていくわけですよね。そうするとずーっとエンドレスですね、これね。永遠にぐる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 回るんですよね。ということは、どうするんだろう。あ、そっかそっか。ほんで、まだ想像ですよ。あの、これから調べるんですけどね。ほんで、こう4曲こう入りますよね。で、トラック、8トラックですから、2トラックずつステレオで持って選ぶことでですね、曲を変えられるんですね。うん。そうですね。そんで、エンドレスなんですね、これ。エンドレスだと思います。もう、ちょっと、8トラって全然見たこともですね、聞いたことも実際にはないんで、はい。これで多分、ちょっとね、今ちょっと外れちゃいましたけどね。多分これも回るでしょうか。これ、回るとほらほらほら。見えます？これ、ここがこう、こう内側からですね、引っ張り出されるんですね。引っ張り出されて。そうすると、こっち側の外側に巻いてくるという。あ、面白いね、これね。ちょっと暗いから見えないから。見てないと。こんな感じで。わかります？これ僕も初めて見たんですけれども、うん、こんな感じでエンドレステープですね、うん、そうですね、エンドレスストーリー、エンドレスストーリーじゃねえネバーエンディングストーリーみたいなね、お果てしない、物語ですよ、終わりのない物語。ちょっと、ミハイル・エンデのね、あれいいですよ、あの絵見てください。あの子供の本じゃなくてね、大人が見る方がいいですね。僕は特に下巻の方が好きですけどね、後半ね、成功者の町村っていうのが出てきてね、すごく面白いっていうか、こう考えさせられる、ミハイル・エンデ大好きなんですけどね、こんな感じでね、わかりますか、実際こういう風に動いてるんですと思います。だからこいつは、この軸を回転するやつは必要ないんですよね。こうテープを動かすことで軸が回転する。今は軸を回転させてテープを動かしてましたけど、逆ですね。このテープはキャプスタンで持って、これがピンチローラーの役目してるのかな、これピンチローラーの役目してるのかな、もしかするとね。でここにキャプスタンが当たるんでしょうね。で、ここを、で、こう、これ見ると、ちょっとダメですけどね。これ滑っちゃってますけど、そうするとですね、こう回るとですね、このように。この映像結構貴重かもしれないですよ。わかんないですけど。こんな感じにね、動くんですね。だから、ちょっと、よれてきちゃいましたけどね。本当だと、こう、ちゃんと、こう、蓋してあるんで大丈夫なんですけど、こんな感じでですね、エンドレステープになってるんですね。知りませんでした。これからですね、さっきのやつも含めてですね、あとカラオケセットも買ってたんでね、8トロ付きの、ダブルカセットの、で普通のカセットがダブルで付いてて、8トラが付いて、マイクが1本付いて、でエコーとかですね、そういうのが出てる昔のカラオケシステムというかね、それもね、いくらだったかな、1500円かな、送料込みで1500円だったんでね、買っちゃったんですけどね、それもね含めてね、こう直していきたいと思います。はい、これはこっちはね、もうバリバリに壊れてしまったんでね、これここはゴムですね、これゴム、ゴムですね。こういうところもね、今回ね、今回さっき言ったようにね、ゴムメーカーというか樹脂メーカーで行ってきたんで、ね、でいろいろとノウハウを聞いてきましたので、クリアしなくちゃいけない、問題も結構あるんですけれども、まあ最終的にはこんなのも、作って、そこの、まあ、営業の人だったんですけど、
いろいろと聞いてくださいということですね、いろいろ教えてくれるということを言ってくれたんでね、これからね、やりますけど、こんな感じになってますね。でこれはこれはくっついてるんだな、これでも外れそうだな、これも外れ、これも外れるんだよね。これはバネですね、バネ。ここも壊れる可能性がありますけど、はい、これがバネなんですね。これ多分これここがヘッドなんじゃないかな、ということで、もうちょっとボロボロになっちゃいますけど、これからちょっともう一回組みますけどね、一応ね、壊す、直す前に組んとかないとね、あと分かんなくなっちゃうんだね、バラバラになっちゃうとね、8トラックテープの、についてですね、こうご紹介しました。はい、このようにですね、まあ今回は分解しただけで終わっちゃうんですけど、直したりとかそういうのもね、あとこれ動くようになったらちゃんとね、お知らせしたいと思いますし、JR とかですね、その辺のバスのね、アナウンスなんかも、まあ来たらですね、こんな、昔はこんなアナウンスをしてたんだっていうことも含めてですね、レポートしたいと思ってますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、以前からちょっと言ってるんですけど、本当に YouTube って本当に助かりますね。もう、こういうふうにね、いろいろとお伝えすることでもってですね、広告収入が入るっていうのはね、非常にありがたいことですね。で、ある意味では、YouTuber って言えるのかもしれないですけど、自覚はないんですけれども、そういうのでね、持って、またね、こういうものを、購入することができてね、特にね、古いもので、本当貴重なものっていうのは、値が張ることもあるんでね、なかなかね、趣味だけで買って分解するっていうのは多分できないと思うんですよ。だけどそこにこう、まあ、宣伝というかですね、 YouTube とかですね、そういうので、まあ、広告収入が多少でも入るとですね、買って、まあ、場合によってはですね、壊してしまって中を紹介するっていうこともあると思うんでね、さっき言ったようにですね、1個の分野をやろうとするときっていうのは、例えば直すものでも、直せないんですよね。最初はみんなぶっ壊しちゃうんですよね。ぶっ壊して、それで中がどうなってるのか分かって、それをこう修理するっていうか、その辺の、まあやり方なんかを探してって、一分野の、修理っていうのができるような気がするんですね。それが、まあ、ウォークマンとかカセットの分野なんですけど、今は、時計なんかもね、時計いくつあるの、今ちょっと言ったんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 台ありますよね。壁掛けの、掛け時計、ボンボン時計って言われてる、ゼンマイの時計ですね。それ12台あります。まだちょっと1台も直ってないっていう現実があるんですけどね。あとは蓄音機でもですね、 1,2,3,4,5、10台まで行ってないですけど、7台6台以上はあるんですよ。それもまだ治ってないという現実だけど、もうすぐ治せるようになりますね。はい、ということで、まあ、いろいろ話しましたけど、チャンネル登録してもらってですね、少しでも広告収入が入るとですね、私もまたいろいろなものを買ってご紹介できると思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。あと来年から、心理学の方をね、ちょっと現実的にこう、現実的なね、学問的ではなくてですね、ちょっと面白おかしく、真面目に心理学の方のセミナーっていうかですね、レポートなんかもしたいと思いますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。心とテクノロジーっていうのがですね、私のテーマなんでね、はい、よろしくお願いします。またちょっと長くなってしまいましたけど、すぐ長くなっちゃうんですね。もう40分にそろそろなるところなんですけど、この辺で終わらせていただきます。ちょ長い間ちょっ と,、最後まで聞いていてくださってありがとうございます。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。